皆さんこんにちは、星椎岳です。ドラゴンクエストビルダーズアルフガレドを復活せよ体験版やっていきたいと思います。はい、それではですね、基地結構集めてきました。で、基地集めるのにですね、ここら辺をちょっと階段状にしたりとか、これですね、先ほど自分が倒れていたところもうね、無駄に階段状にして遊んでました。せっかく集めた基地なんですけども、ここで大半消費しちゃったので、また別のところに行って基地集めたりという風な感じでいろいろしておりました。で、結構夜うろうろしたっていうか、まあ、この辺りですけど、うろうろしてたんですけども、意外と敵も出てこなくてですね、まあ、普通の敵がいるぐらいで、なんかそんなに、あれでしたね。なんか、すごいのが襲ってくるのかなって思ったんですけど。で、あとちょっと外壁を、多少修理をしてみました。で、雑草を刈ったりとか、ということをね、学校の間にちょろっとだけしてました。ということで、まずは、満腹ゲージに注意。そうか。結構ね、うろうろしてたので、お腹がね、減ってるんですよね。あ、桃一個で、こんなもんか。はい、はい。で、なんだっけ、何を作るって言ったっけ。土が48と焚き火が1。石の作業台、藁の扉。石の作業台は最後ですね。あ、そんな感じで作るのか。藁の扉、収納箱、土、焚き火か。藁の扉、藁の扉、これいけるかな？大丈夫ですね。藁の扉、焚き火、いけるな。焚き火は、太い枝と青い山だね。持ち物がいっぱいになっちゃった。焚き火じゃあ。これ焚き火じゃないのか。あ、これ今置くのでは、あ、いや、一旦置けるよね。焚き火。OK やろ。で、罠の扉。これね、位置合わせが難しいね。上とかは、このまま固定してこうやって歩けるんですけど、普通のところに置くのに、なんかね、ちょっとやりづらいなぁ、と思ったり。で、飛び込む作業台とか、はい。で、あとは、収納やね。で、収納。これでいけたかな？あ、ほんで、作業台か。で、作業台を壊すと。で、作業台先にここに置いとけばよかったよ。違う。で、なんだっけ、あと、収納箱。お。で、土やね。土を、おい、あ、間違えた。これか。多分、2段以上置くと、部屋として認められてると言ってたので、もっと食べて。飲もうか。あ、間違えた。ここっと置きたいんですけどね。なかなか、ここ上に関しては、こうやって、こうやって、こうやってはいけるんですけど、下がね、下を向きながらっていうのも置けないんですよね、これ。ここか。この上も監督も。よいしょ、あれ。違う。で、トントン。トントン。危ない。よいしょ。トントン。トントン。うわぁ、結構使うね。やっぱ40箱だっけ。よし、持て。オーケー、完成。設計図、キリンの設計図が完成した。石の工房を初めて作った。石の作業台1、収納箱、明かり。石の工房、工房、物を作るための部屋、みんなも興味津々だ。住人が家具や素材を収納箱に入れてくれる。持ってきてくれんねや。いいね、これ。
ピーディーもあるかな。うわぁ、マイナス30ポイント。待って、壊しちゃった。剣をね、間違えて振ってしまうのが、わらの手。あ、違うわ。グラウンドよかったよ。持ってたよ。あ、持ってたね。あ、サッカー。やった、作業部屋ができたんだ。ありがとう。私の設計図通りだね。設計図を完成させることで、町の住人もあなたの手伝いをしてくれることになるでしょう。設計図の完成や、ものづくりに足りない素材があるときは、町の周りを探して素材を集めるか、近くの魔物を倒すことで、新しい素材や、魔物が持つアイテムを手に入れることができます。椎茸が用意してくれた作業部屋で、私も何か物を作ってみるよ。夜になったら収納箱入れておくから、時々確認してみてね。のぼっきれ。物がいっぱいになりますね。とりあえず、次、キャンボードを外してみますか。どう？うん。これは、何があるのか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 。せっかく作業部屋ができたんだし、そろそろ町にいろんなものを作りたいよ。でも私、二人だけじゃ少し人数が足りないような気がするんだ。実はね、私ここに来るときに怪しげな人を見たの。少し様子がおかしい人だったから、声をかけずにここまで来ちゃったんだけど、一緒に町を作ろうと思ったら町の仲間になってくれるんじゃないか。その人は岩山を越えたって言ったよ。お願い、町の仲間を見つけてくれる。岩山。右上にあるコンパスをたどれば、ここまでたどり着くことができるでしょう。さあ、オプションボタンで、あたりの様子を確認しながら、彼女が探している地図を見つけ出す。コンパスに目的地。右上にある方向を示すコンパスに、目的地が表示されることがある。Qマークのある場所に行かってみよう。なるほどね。Qマーク、こっちか。岩山ってこれ？越えれんの？岩山か。あ、もうこれ。あ、無理だ。お、なんかいるぞ。あれか。あれじゃね？え、だよ。はい、これは慎重に降りない。これは何？焚き火の炎が赤々と燃えている。この先に誰かいるのか。こういう、なんか、お迎えというか、クエストがちゃんとあるから、まあ、結構ね、荷がこういう、なんか、ただ単に大丈夫なんですけど、なんか、終わりになったら、そこからすると、まあ、楽しめる要素じゃないかな。好きな人の棒は3本あったらいいか。うわ、なんかあるし。
キノコ食べれる？違う。キノコが食べれない。食べれるやつは三角に食べる。ダメ。やりづらいな、これ。ドラッグだ。あ、大丈夫。トマト君は大丈夫だ。よし。よかった。もう食べよう。痛いな、ここ。やべ、やべ、やべ。ごめん、奥ね、奥ね。よいしょ。あ、痛いな。死ぬんじゃない？なんだ、どれか、どれか、キスしてる。顔すごいね。やばい。はい。やべ、結構出た。カゴ。これ、ちょっと待って。なんでこれ、課金課金か。これもしかして樹木を切り倒したとか？あ、誰かいた。あれ、こっちなのか。これ、あの家の中かと思ってて。まあいいや。適当に歩いてたら、あれ？ああ、なるほど。まさか自分で閉じ込めちゃった系か。あ、あ、神殿がある。神殿風の、元神殿やね。いいじゃん。おっさん助けるか。おっさんだろうかもしれない。なんで？うお、そこに誰かおるのか。とどきな魔物どもにいたずらされて、口の中に閉じ込められてしまってな。あの、自分でやったんじゃないのか。頼む、誰かは知らぬが、我が輩をここから出してくれ。L ボタンもしくは R ボタンを押すことで、攻撃を上下に受ける。うまく周りの土を取り込む。この中に。うわ、しまった。出した。まだ。助かったぞ。うわっ、見えねえ顔が。ところでお主は何者だ。ずいぶんとぼけた顔をしとる。何、この近くでマッチを作っておる。うお、それは素晴らしい。我が輩もマッチ作りの仲間に入れてはくれぬか。むむむ、なんだその苦虫を口の中に握りつぶしたようだ。どうやって口の中に握りつぶしたの。たとえ断られても我が輩はお主の町に行く。たった今、そう決めたのだ。うわっはっはっは。我が輩は、ロロンド、幻の書物と呼ばれた、ベルキド録を持つ男だ。お、すげえ。必ず、町づくりの役に立とう。よろしく頼むぞ。ロロンドが仲を持った。うん、うん、うん。わ、後ろついてくるの。じゃあ、そっちの前。これは、スペイン。の方に家があって、なんか
うむ。失われた文字というものは、なんと難しいものなんだ。メルキロドロフを解読するには、恐ろしく時間がかかりそうだ。広く読みにくい字に書かれている、お兄さんの声を聞くと。はい。あんまり遠く見れない。あとほら、でもこっちか。ずっと遠回りで大変だよ。ジャンプ。あ、違う。そういうゲームじゃなかった。何も考えずに。よし。城はでも城じゃない。旗があっちだから。これあれか。もしこれだけ。暗いな。ただいま。なんか宝箱の中になんか売ってた。なんだ、ふざけんな、土ブロックだよ。おっさん待ってて。なんだ、何がいいんだ。こういうのは、もういらないな。作業台は、多分一つぐらい手元にあった方が、火の粉の棒を多分作れるから、ここぐらいは持っておこう。ね。これはいらんだ。芝こんな感じかな。よし。じゃあ話か。うおー、素晴らしいぞ。ここはなんと生命力に溢れた場所なのだ。その地こそ、メルギド6に書かれた伝説の都市、メルギドを復活する最良の地だ。ふむふむ。そのメルキド録というのはどんな本かと、近かったらまた。メルキド録は、我が輩が代々受け継ぐありがたい書物名だ。ここには何百年も昔に失われた物の作り方や人間の歴史が書かれており、メルキド録を読み解けば、メルキドの街を復活させる糸口もつかめるはずだ。これも何かの巡り合わせであろう。しいたけで、我が輩と共に巨大な街を作ろうぞ。ドロンドロップして成功した。なるほどね。ということで、まあ、今回は、ここまでしておきましょう。お前帰んのか、そこに。俺の家じゃないの。はい、ということですね。はい、それではまた皆さん次回お会いいたしましょう。またねー。